皆さんこんにちは、ピアニストの菅谷良子です。今日はお久しぶりになりましたが、インベンションの6番のお話をしたいと思います。このインベンションは、唯一リピート記号がある曲なので、前半と後半を2回ずつ弾く曲になっています。ちょうど15曲あるうちの真ん中あたりの曲ということで、間奏曲のようなちょっと力の抜け感のある曲だなというふうに私は思っています。5番までの曲と違って少し大人びた雰囲気も感じられると思うんですけども、その大人びた雰囲気の要因になっているのは、中間部あたりの、メロディー の移り変わりというか流れによるものじゃないかなと思っています。ちょっとそこを弾いてみます。繰り返す波のような感じで、一番緊張感のある原始の和音っていうんですけども、そこが一番重圧がかかるところで、ここは少し緩んだ感じかるのと緩むのと重圧がかかるのとっていうのを繰り返しているような場所です。で、ここのハーモニーが
すごく大人っぽいので、うん、この曲の雰囲気がすごく洗練されたものになっています。っていうふうな細かい音符は割と弾くのが難しいというか、表情がつきにくい、ただ弾いてるようになりやすいから、無表情になりやすいんですけど、ここに一個一個埋め込まれた表情っていうのが あるので、汲み取ろうと思うと画前難易度が増すという感じだと思います。今さっき弾き始めた、ここもそういうです。いろんな弾き方ができます。タカタッタカタッタカタっていう風に切っちゃっても、違う曲になっちゃいますけどね。右と左が追っかけごっこしてるみたいで、楽しい曲になっちゃいましたね。こういうのもいいかな。今弾いて初めて気がつきました。という感じで、皆さんもいろんな表情をこの楽譜から汲み取ってみてください。ではこの辺で。